はい。今日ですね、リハ室だけじゃダメ。単語の生活を予測してるって話をやっていきたいと思います。はじめに、この動画はあくまで試験です。医学的な大切さを保証するものでございませんので、ご了承ください。参考文献こちらですね。というわけで、えー、今日ですね、リハ室だけのリハビリじゃダメっていうのは、まあ、当たり前ですよね。まあ、1966年、かなり古い、えー、時の話ですけど、行われたニューステップ。 アメリカの資格で行われた会議ではスペシャルテクニック全盛の時代もありましたがやっぱりその後行われた2ステップでは、まあ、疑問符が投げかけられていて要は、リハ室で完結するリハビリでは家に帰った後の生活がまあまあならないっていうことがまあたくさん起きたと、えー、これじゃだめだよねっていうところでちゃんと家の生活が成立するようなリハビリテーションを提供しなきゃいけないよねっていうのは、まあ、もうねこれはもう当たり前になってますよね。 でやっぱり退院した後ってすごい大事ですよね退院した後の生活まで入院中に考えられるっていうのが理想というかまあそれをするべきですよねで未来を予測するっていうのはなかなか難しいことですがでもやっぱり骨折ね転んでしまって入院してで、まあ、リハビリを受けてで退院してで自宅に帰ってすぐ転んでまた転倒してしまって。 で骨折してまた入院するなんていう人がまあ実際そういう方いるのが現状ですよねでもこれってやっぱりまあリハビリだけの力でどうこうっていうことでもないかもしれないですけどでもやっぱりリハビリここ頑張んなきゃいけないところかなっていうのは僕は思っていますやっぱりせっかくねこうリハビリテーションを提供してまたすぐ転んじゃうんじゃねこれ ダメででですすよねよねねくないですよ、ね、でやっぱりこうそれに合わせて自主練習で提供するじゃないですか自主練習にこんなことやりましょうよとか入院中にもこうね自主練習退院したらこういうのやりましょうじゃあ入院中もね予行練習しておきましょうとか習慣化するためにじゃあこの時間帯でやっていきましょうみたいなスケジュール一緒にね 彼さんと考えて、じゃあ、ここでこれやりましょうみたいな感じでやったりしますよね。ただ、やっぱりこれが効果的になっているのかとか、持続しているのかっていうと、どうなんだろうっていうところですよね。で、まあ、そこで今回読んだ文献としてはこちらあの文献になっていまして、脳卒中後の自宅と地域での歩行活動の予測っていうタイトルなんですね。で これはですね歩行活動を予測することができる因子を検討しようよっていう文献になっていて、まあ、活動量計の平均歩数で4群に分類しているというわけなんですよ。まあ、歩行の多さ歩数の多さによって4群に分類していて、まあ、少ない中くらいちょっと多めすごい多いみたいな4種類に分類されているんですよ歩数でね。 どんなスケールがいいのかなっていうのを調べている研究なんですよ。で、ここでちょっとなんかね、思い出すのは、そういえばこう歩行速度で調べた研究ありましたよね。歩行速度と筋力が相関あったりとか、歩行速度が落ちてきたら要注意だよねみたいな文献は前に紹介しましたあよね。ただこの歩行速度だけじゃダメだ、ダメなんじゃないのっていうのが今回の文献の あの結果になっててまして歩行速度だけで見た時に比べて自宅や地域での歩行活動の予測には歩行の持久力とかバランス能力運動機能を組み合わせた指標が予測精度に優れているっていう結果になったとさらに単独の評価それぞれねど,どれが一番でバランス単独持久歩行の持久力単独とかね 単独の評価では、歩行持久力が一番良かったっていう結果になったらしいんですよね。その予測に関しては。ここでは6分間歩行テストを実施したというデータになっていますが、これが結構やっぱりね、歩行の持久力が退院した後の歩数と関係性があったと。 いうこととが分かったとこれねやっぱまあ持久力なんです、ね、バランスとかもそうなんですけどやっぱり持久力っていうのは大事なんだなというところでしたねでここの速さだけじゃなくて持久力もしっかりと評価した方がさそう良さそうっていうかまあそれ持久力もやっぱりちゃんと評価しなきゃダメですよねでまあやっぱハートレートとかも含めた持久力っていうのもちゃんと見てた方がいいなっていうところで そもそもこう自主練習の課題の難易度設定ですよね。これってやっぱり課題の難易度が高すぎてもダメだし、低すぎたらまあやる気起きないじゃないですか。ハードルもそうですよね。僕ら、なんかね、僕らもそうじゃないですか。簡単すぎることってあんまりやる気起きないけど、ちょっと頑張ればできそうなことってちょっと頑張るみたいなもんで、やっぱり自主練習においても難易度が高すぎたら やる気起きないしだってなんかいきなりねこうなんか難しすぎることをやれって言われてもやる気起きないじゃないですかいきなり僕も論文1本書けっていきなり言われてもいや急にってなりますしちょっと高すぎるハードルって飛ぶ気起きないですよねでもじゃあまずは文献を5本読んでまとめてみてとか言われればあじゃあちょっとそれやってみますとなると思うんですけどまあそういったこの難易度設定ですよね その辺を、こう、持久力とかの評価と絡めて考えられるといいのかなと思いました。はい。というわけで、今日はですね、えー、まあ、文献の話をさせていただきました。僕の動画では、文献とか臨床の話やってますので、よろしければチャンネル登録お願いします。では、最後まで聞いていただいてありがとうございました。失礼します。